とりあえず10個ですね。平和ですね。BGM 上げますか。このくらい。でか。ちょいでかいな。よっしゃ、ここにチケット箱が10個とりあえず用意しました。じゃあまずはこの覚醒ローブを。じゃーん。じゃーん。まずはこの覚醒ローブを。お前か。レイブンか。あなたは。防具の精錬だ。俺は絶対にアイテムを壊したりしない。扱うアイテムの精錬値も落ちたりしない。神。報酬は究極精錬チケットだけだ。3月28日まで旅立ってしまいます。何旅立ってしまいますって。 どこに旅立ってしまうんだ。 じゃあ逆です。じゃあぜひこの覚醒ロブをこうちょっと会話を下に。じゃあお願いします。 GO! あ、まだあった。 いっせーの、ゴー。はい。 はい。1回目失敗です。いやー、この覚醒ローブだけとりあえず9にはなってほしい。いきます。2回目8。 マジっすか。マジっすか。 マジっすか。じゃあ3枚目。 お願いします。8。ほい。イエス。 まあ問題は9ですよ。いやー、ここですんなりいってくれないかな。4枚目です。お願いします。 一発9で。一発9。そんなことはなかった。じゃあ5枚目いきます。何も言わずやっちゃった。 残念。6枚目です。9。まだだ。 9。 いけ。9。いでよ。9。おお、やべえ、きついな。やっぱ9ってきついですね。何枚目だ。7枚目か。お願いします。おお。9。マジか？マジか？ならないなんてことは10枚で。お願いしますよ、レイブンさん。はい！オッケー！オッケー！覚醒ローブ来ました。9です。暴走はどこでつけるんだろう。まあいいか。とりあえず覚醒ローブ、ザッス。じゃあ次は、去年のバナルですね。あと、とりあえず2枚、手持ちには2枚あります。とりあえずバナルを9にできたらいいな。これ一発でいかないかな。一発で、お願い、一発でバナルガンド、お願い、一発、お願い、一発。はい。ですよね、ですよね。じゃあ10個目です。バナル一発。バナル、一発はもうないんだ。ここで行こう。ここで9。オッケー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 。はい。プラキューバナル。プラキュー覚醒ローブ。ふう。じゃあちょっとチケット追加してきます。
はい、じゃあチケット6個、これで最後です。この最後ので何を叩くか、去年のクイアンです。別にクイアン9にしてもリス耳のが強いじゃんってなるけど、まあ8にしたなら叩くかって感じです。じゃあ行きます。クイアン一発で、クイアン一発で、クイアン一発でお願い。はい、わかった。バカか。はい、なりません、なりません。じゃあ行きます、もう一発クイアン2回目。と、あら、いった、クイアン9やりました、イエーイ。で、あと私がなんか持ってるの、アプローズ、アプローズを9とか10にするぐらいなんですよね。で、残りのチケット4枚、やっぱアプローズしかもう私叩くものがないです。じゃあアプローズで、じゃあ分かった、ストレートで10になるストレートで10になる。そんなことはないけど、まあ夢はでかく、夢はでかく、アプローズサンダルを8。待って、開いてなかった、アホ、こうちゃんのアホ。じゃあアプローズサンダルをテイテイ、はい、あと1回失敗したら10には絶対にならない。じゃあビデオ8、あー、 10の夢がなくなった。じゃあいきます、ここで8にならないと9の夢はなくなります。あー、9ならない、まさか8にもならない、これまさか、まさか8、あー、まあとりあえず8になった。ふう、以上、今年の究極精錬16枚でした。結果は、結果は9覚醒ローブ、9バナル、9クイアン、8アプローズでした。GV 動画は毎週更新予定です、多分。もしよければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。覚醒ローブをエンチャしに行きたいんですが、どこでやるのか、フェンサラの入り口なんじゃないかって言われて、ここ魔法大会だ、どこだ、フェンサラってどこだっけ、もう全然 RO やってなくてわけわからん。こっちか、あ、ここ臭い、あ、これ、あ、これだ、覚醒ローブをエンチャする、お持ちです、はい、お願いします、ほい、あ、何もエフェクトないんだもっとドドーン、バーン、フェイとかなかったんだ。はい、これで私も暴走持ちです。うん、ただアドラで暴走って全然出ないんですよ。一回借りて使ったことあるんですけど、 GV だとほぼ多分役に立たないレベルで出ないです。多分アドラが出る頃には敵さん、アドラじゃない、暴走が出てる頃には相手が死んでるか聖鎧かだと思います。確かこちら辺だ、テレポで行こう、真ん中ら辺だった気がする。今なんかちょうどよくピンタンドフェスティバルやってるみたいなんで、ここだったかな、違うな、違います、ここっぽい、え、違うくね、
誰かわかるんだね。知らんかった。どこだお前。違うな。ここか。ここっぽい。あー、ここっぽい。これだ。タトゥーが欲しいです。じゃあバコ縄で集まったんで。はい。まあただ今バコ縄の価値がだいぶ下がってるんで、作ってもって感じかもしれないけど、一応作っときました。それだけです。あー、ルベだー。